人の中で悲しみは絶えないから、小さな幸せに気づかないだろう。時を越えて君を愛せるか、本当に君を守れるか、空を見て考えてた。君のために今何ができるか、忘れないどんな時もきっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて、同じ時を生きてるんだ。自分のこと大切にして、誰かのことそっと思うみたいに、切ない時一人でいないで、遠く遠く離れていかないで、疑うより信じていたい。たとえ心の傷は消えなくても、なくしたもの探しに行こう、いつかいつの日か見つかるはず。一番大切なことは特別なことではなく、ありふれた君の中で君を今の気持ちのままで見つめていること。君にまだ言葉にして伝えてないことがあるんだ。それはずっと出会った日から君を愛しているということ。負けないように進むよ、
して追い越していけば一回でも追い風に止まってしまうのかな。出ました。ワンツーシート飛び出して世界を旅するよ。いたって変わらずに問題続けるために君の中をなくさないよ。僕も一緒に旅するから夢と希望だけの世界にそっと飛び込もうよ。ありがとうございます。君が主役のストーリー僕は初めて見たんだ。その絵本の中では全てが君のために動いてる。いたずらな風も全て君が成長するそのため。いつか君が最高の幸せ掴むその時まで死んでるのやアリスだって乗り越えて掴んできたんだから、きっと君もその壁を乗り越えていける気がするんだ。ワンツーシート飛び出して世界を旅するよ。いたって変わらずに笑い続けるために君の中をなくさないよ。僕も一緒に旅するから夢と希望だけの世界にそっと飛び込もうよ。ありがとうございます。今日は3組で、この場所で12時と2時にステージをお届けさせていただきます。素敵な広い場所でたくさんね楽しんでいらっしゃいませ。ゆっくり楽しんでいってください。もう一回お願いします。その嵐の中では主役になれなかった。君という名の本をいつか必ずできるさ。ラスト。飛び出して世界を旅するよ。いたって変わらずに笑い続けるために君の手顔をなくさないよ。僕も一緒に旅するから夢と希望だけの世界にそっと飛び込もうよ。ありがとうございます。シェイクスと申します。今日は大阪から、やってきました。野村様ごときに誘っていただいたおかげで今日初めてこの場所で歌わせていただきます。ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。Thank you.
歩幅も広がって前に進めるよ。君たちのことが幸せなんだよ。だから今日の自分を好きになってほしい。Thank you.
おじいさんになってもここで歌ってる君だけを
ありがとうございます。曲続けて。